小帝仏は、中華民国の歴史学者、外交官、政治家。1930年代以降の国民政府において、様々な外交活動に従事した人物で、国際連合出席代表を務めたことで知られる。また、中国近代史、外交史の大家でもある。字は受賞。筆名は聖戦。商人の家庭に生まれる。 1906年秋に、湖南省の駅地学堂に入学し、英語と西洋史を学んだ。新害革命が勃発した頃に、上海で、キリスト教の洗礼を受けている。1912年1月、教会の紹介を受けて、アメリカに留学し、最初は、ミズーリ州で学び、1914年秋に、 オハイオ州のオベリン大学歴史学部に入学した。同学部を卒業して文学史の学位を取得している。1918年、小帝仏はフランスに赴き、近郊見学に参加する。翌年夏、アメリカに戻り、コロンビア大学で政治学、歴史学を学ぶ。1923年春、同大学で哲学博士号を取得した。間もなく帰国し、 南海大学に招聘されて歴史系教授となった。これ以降中国近代外交史の研究を開始する。1928年5月に災難事件が発生した際には南海大学の学生による日本商品ボイコットのための天津藩日会が結成され、章もこれに参加した。間もなく天津藩日会は 中国国民党の取締りで解散させられ、章庭仏は、東北参照に赴いて、対日外交問題の実地調査に赴いた。同年秋、カールトン・ヘイズの著書ザ・ヒストリカル・エボリューション・オブ・モダン、ナショナリズムを学生と協力して翻訳した。章は、俗国主義を主張して、社会主義、共産主義、平和主義への反対姿勢を示している。またその一方で、 東北三省での実地調査をもとに国民政府に向けてソビエト連邦への対応準備を進言した。1929年5月、章帝仏は聖火大学に招聘され歴史系主任に就任する。この頃、章帝仏は新末の政治、外交関連資料の整理、収集に取り組み、北京大学でも講座を持っている。聖火大学にある間に、 古敵との信仰を深め、1932年春に古敵が北平で雑誌独立評論を創刊すると、焦点仏も編集としてこれに参加した。その論調は蒋介石の場外案内政策を擁護するものであり、翌1933年夏には蒋介石と対面し、中国共産党討伐を優先すべきと進言している。 またこの時期に、近代中国外交史資料集用、中国近代史などの著書も刊行した。1934年8月、外交史料収集を目的に、小帝仏は、ソ連、欧州の視察に赴く。この際には、小解析の依頼もあり、中祖同盟の成立可能性についても調査するため、 モスクワに3ヶ月滞在して、ソ連の外交部門と交渉を行った。帰国後の1935年冬、大文校の推薦を受けて、国民政府行政院政務所所長に任ぜられている。1936年10月、交渉期の推薦により、中祖大使に任ぜられた。ところが間もなく発生した西安事件に際して、小帝仏は、 穴からの秘密裏の指示も原因ながら、ソ連を西安事件の首謀者とみなして、抗議、休断する姿勢をとってしまう。これは逆に、ソ連からの抗議に合い、しかも、事件の実態が全く異なることが判明したため、焦点仏は外交部長、長軍から軽率な行動につき、叱責を被ってしまった。1938年1月、 小帝仏は、ソ連大使の任を終えて、帰国、同年5月に、政務所長に復帰した。1941年7月、行政院秘書長代理に就任し、さらに国民党中央政治学校特約講師も、兼任している。1943年11月、連合国救済復興機関創設のための会議に、中国代表として出席し、 創設条約の起草、調印を行った。帰国後は国民政府に案理対応の機関として行政院前後救済総書が創設され、1945年はじめに省が所長に就任した。その前の1944年7月にはブレトヌズで開催された国際通貨金融会議に中国代表として出席している。 1946年10月、章帝仏は、総私文と対立したことなどが原因で、安里中国代表や、前後九歳総書所長の地位から罷免されてしまう。間もなく国際連合アジア、極東経済委員会代表に転じた。翌年4月、中央研究委員主となる。 1947年11月、国連主席常任代表権安保理主席代表に任ぜられた。国境内戦で国民党が台湾へ逃れた後も、昭は引き続きこの地位で反共主義に基づく活動を展開している。1961年11月、中米大使を兼任し、翌年からは中米大使先任となった。 1965年10月9日、ニューヨークにて69歳で病没。ありがとうございます。